皆さんに悲しいお知らせがございます。私もう5年以上 YouTube を続けておりますが、その中で生まれた私のオリジナルのギャグ、プーンというギャグ、これまでずっと使ってきておりましたが、もう私もそろそろ35歳になりますもので、そろそろ大人にならなければいけないということで、自分で反省をいたしまして、もうこの例えばこういうぬいぐるみプンとか投げますけれども、もうこのギャグを永遠に封印したいと。ピーン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 プンプンピーンプンプンピー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 ン。はい、ということでプーンを封印するという話は嘘です。ということでですね、今日はですね、皆さんに嬉しいお知らせがございます。私がずっと使っているプーンというギャグがスマホのアプリになりました。本当ですよ、今疑ったでしょ。プーンのアプリ出たんですよ。それがこちらです。すごいじゃん、これプーンジャンプっていうアプリ作ったんですよ。まあ、作ったといってもですね、私が全部作ったわけじゃなくて、これコラボです。コラボ下にね、ラッキーゲームズって書いてあると思うんですが、このラッキーゲームズさん、知る人ぞ知るというか、まあ、ご存知の方いらっしゃいますかね。変なアプリばっか作ってる会社っていう認識なんですけど、私。変なね、面白いゲームをいっぱい作ってるんですけど、このラッキーゲームズさんと、この、まあ、ウームとのコラボ、まあ、瀬戸康史さんとのコラボということで、プーンジャンプというアプリをね、作っていただきました。じゃあ早速ね、やってみましょう。瀬戸康史の動画。プーン、卵、忍者っていうのがいて、これプーンですよ。プーンっていうのを、これプンバラさんですね。これを選んでスタート。行くぞってね、これ俺の声です。俺の声。いきます。これジャンプっていうボタンを押すだけです。もうすごい単純。プン、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 プン。聞こえますかこれ皆さん。プーンって言うんですよ、これ。プン。そしてこの音符みたいのを、こう音符ね。音符みたいのって音符をね、取るんですよ、こうやって。そうすると点数が溜まっていくっていう。まあ、すごく単純なゲームです。でもこれプーンですよ、プンバラさん。かわいいでしょ、これ。で、押すたびに僕のプーンの、僕がもう自分でこれ録音した音をね、このゲームのために録音しましたから、これ。プーン。プーン。プーン。これ。これ、いいでしょ。俺、あいつは、あいた。続けて遊ぶ押すと、もう一回行くぞ。ほら、もう一回行くぞって俺の声。プーン。そしてまたプーン。プーン。プーン。いいでしょ、これ。プーン。そしてこのプンバラさん見てください、プンバラさん。絵が、これ、ぽいぽいしてるでしょ。で、落ちると、ふわーって、この目がキラキラするの。ペン、あ、いた。あ、バカ。というですね。まあ、ごくごく単純なアプリです。これでタイトル戻って。で、じゃあ、瀬戸康史は何をしたのかというと、まずさっきの、ペン、ペンっていう声と、あと、あいたっていう声。で、もう一回行くぞっていう声と、あとこのタイトルの絵。これもこのアプリのために私書き下ろしました。プーンジャンプ。かわいいでしょ、これ。あとこのプーンの絵ね。なんか4パターンぐらい絵があるんだけど、それをもう私描きました。もう一つの使い方としてね、僕ね、よく、ペーンとか、あ、ペーンとかって言うじゃないですか。それを、もう、このアプリをダウンロードしてくだされば、いつでも、瀬戸康史のプーンを、YouTube の動画とかからプーンとかでなんか切り出したり、そんなことしなくても、これスタートすれば。ペン、ペン、ペン、ペン。音出せんねん、これ、プーン、プーン。ペン、ペン。友達とかにもいきなりだな、プーンを仕掛けることができる。これね。多分ゲームなんかもう戻るでいいんだよ。だから友達にプーン出したかったら、これさ、行くぞって言っちゃうけど。プーンでね、こう遊べるわけですよ。プーンし合ってね。プーンし合えるわけ。で、僕のこう、プーンの音源、これすごい綺麗なの。ちゃんと俺録音したから、これ。ちゃんと綺麗な音で録音したこのプーンの音源が入ってるってだけでね、私としてはもう価値があるんじゃないかと思いますね。では、卵とか忍者とか。こいつらはまあ普通のやつですね。まあこういう感じ。こんな感じ。で、卵は、スタート。まあこんな感じ。絵が違うと。感じです。で、得点はね、私最高で、1120点。距離は71メートル。これも結構頑張っていったんで、よしもかったら、皆さんもね、やってみてください。距離71、結構ね、難しいのよ、これ。
難しいのは遠く行くまではね、熟練が必要になってくるんで、よかったら皆さんやってみてください。でこれラッキーゲームズさんが作ってる元のアプリっていうのがありまして、これあーってやつ、これが元になってるってことですね。まあコラボ、このアプリとのコラボってことなのかな。やってみましょう、スタート。あで、これあのウォシュレット食らって、あーって言ってんだね。でこうトイレットペーパーを取るみたいな。もともとはこういうラッキーゲームズさんのアプリがあって、このアプリの瀬戸康史バージョンがまあ出たということでございますね。ではよかったらこれラッキーゲームさんのアーも一緒にねダウンロードしていただけると楽しいのかもしれません。いくぞ。いやいや、でもやっぱプーン、やっぱ僕方としてはやっぱプーンだよ。プーン、これかわいいじゃん、かわいいじゃん。これプーン、プーン、プーン、この瀬戸康史の声に癒されてください。